どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。なんかさ、目がチカチカするんだけど目がチカチカするんだが、本日は、福沢諭吉を、コナミさんに贈呈してきましたんでね、福沢諭吉贈呈式を取り行いました。あ、生放送をね、ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。あちらの、まあ、マスクチェンジを3枚交換するっていう、竜のマスクを3枚交換するっていう、まあ、あの生放送をしまして、無事マスクチェンジのプレミアム3枚手に入りましたんで、今回は、まあ、札束でぶん殴るっていう戦術をお見舞いしたいと思って、フルプレミアムヒーローデッキ組んでまいりました。かっこいいでしょ。いやー、ま、ボール、リーマド、ネオス、コゼ、フェイバリット、ウェイブじゃねえや、ネオスフュージョン、マスク、マテンロ、スカイスクレーパー、コーガ、ブレイブ、ブラストっていう、クソかっけえっしょ、これ。やばくねえ、これ。これ、今んところ、ま、いろいろプレミアムデッキ作ってきたんですけど、俺今まで。一番かっこいいわ。かっこよさ、ディアマン。これ、やばくないですか、これ。マスク3枚、まあ、何個向いたかっていうね、ストラクチャー。154たす18たす2を向いたんですよ。まあ、だから、ま、大体さ、ストラクチャーって1人3個も向けばいいですよね。基本的には。私1人で174なんで割る3するとですね、大体、ま、58人分ぐらいの、ストラクチャーを1人で向きました。はい。他にもね、こちらの、リューマドのストラク、これね、この、マスターオブカオスっていう、このストラクは確か、なんか250ぐらい、向いてますし、ネオスフュージョンの、この、ストラクは、450周だったかな、向いてるんで、だいたいですね、450足す、250足す、175とかで、875周してるんですよ。だからね、だいたい、これね、300人分くらいのストラクチャーの300人分くらいのストラクチャーの、なんだろう、福沢諭吉が詰まっているっていうか、まあ、そういうデッキになってますね。はい。どうですか皆さん、こういう大人になってはいけません。こんな大人になってはいけませんからね。これを反面教師としていただきたい。私の名前はコナミの犬と申します。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、バランスか、バランス、なんだろう、とりあえずちょっと札束でぶん殴るわ。札束でエレメンタルヒーロー、ネオスト、エレメンタルヒーロー、リューマドの守護者を墓地送り、エレメンタルヒーロー、ブレイブネオスを融合召喚し、フェイパレットヒーローを発動。さあ、5100だ、絶望しろ。エアーマンを召喚し、エアーマンの効果を発動。エアーマンで、エアーマンを手が加える。いいね、古き良きムーブ。あ、単身のターン。さあ、次のターン、貴様の魔法トラップカードは2枚破壊されるぞ。大丈夫か？ちなみにマスクチェンジがあれば3枚破壊だ。これさ、知ってました皆さん。これエアーマン、今この状態でエアーマン召喚して、エアーマンにマスクすると、その自分以外のヒーローが3体いることになるんで、3枚魔法トラップ破壊できるんですよ。強いっしょ。それやりてえな。アロマはね、だいぶいい。アロマだったら結構逆に、結構いいぞ。アロマは、だから、ジャスミンで何が出てくるか。あ、それは全然いい。それは全然よくて。オッケー。で、回復すると、魔法トラップバウンスするっていう効果ですね、あいつは。はい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 、オッケーです。ニクスミあたりでお願いします。あ、もう一枚ある。もう一枚ある。あー、魔法トラップカードをじゃあバウンスされてしまうということですね。了解しました。ちょ、間違えろ。ネオスペース。お、やったぜ。間違えなかったぜ、あいつは。やつは間違えた。バトルフェイズ開始時、フェイバリットヒーローの効果を発動するんだけど、これデッキからかな、まあ、手だからいいか。手だからいいや。打点高い方がいいや。はい。で、ネオスペース発動。さあ、殴れるのはエアーマンにだけだな。クリボールうるせえ。エレメンタルヒーロー、エアーマンも召喚。エアーマンの効果を発動。自身以外のヒーローモンスターの数まで、相手の魔法トラップカードを選んで破壊する。カワキの風、知るかそんなもん。
それは別にどうでもよくて、どうでもいい、これとこれバチコリとバチぶち壊していく、でコズミックサイコンでぶち壊していく、はい、全処理全処理きたバトル、これ足りますかね、このライフ。ちょっと算数苦手マンなんですけど、こっちだけですね。でフェイバリットヒーローの効果とブレイブネオスの効果発動しましょう。フェイバリットヒーローも発動、これ足りるかな、足りる、1800、3600、2000、あ、足りるわ、全然足りた。あ、なんかアラマとかいうデッキは無課金テーマらしいな。何が無課金じゃ、課金しろ課金を、コナミの犬になり下がれ、それでこそ男だぜちょっと何言ってかかりません。さあ、お相手の方は、お、騎乗員アスカキララ選手じゃないですか。よろしくお願いします。キララ先輩、儀式のベンデットかな、ちょベンデットマジやべえんだわ。あのね、ベンデットね、なんかね、レブナートとかいうね、ヤバすぎるモンスターがいてね、あいつマジでネオスのなんか体勢を無視して除外してくるからね、あいつマジ嫌い。世界一嫌いなモンスターはあれ、レブラント入りのベンデットがマジで嫌い。あとインガ切断、インガ切断とマジレブラントマジ勘弁。スレイヤー OK、バスタードスレイヤー OK、 全然いい、バスタードスレイヤー OK。 カード1枚セットは怖い、カード1枚セットは怖い。それなんだ、ブラックかな。まあちょっとどっち除外するか難しいんだよね、これ。緊急儀式です。面白い入ってんね。面白いカード入っていますな。これは、先ブレイブで、ここと、てか、どっちでも、どっちがいいかなって、別にエアーはいいんだから、どっちもよかったわ。リーマドじゃない、まあ、ストラクチャー、450周、かっこ先週は、伊達じゃねえっていうとこ見してやるぜ。エレメンタルヒーロー、エアーマンも、召喚し、エアーマンの効果を発動。魔法トラップカードを破壊させていただくぜ。そして、フェイバリットヒーローの効果を発動。フェイバリットヒーローを、エレメンタルヒーロー、ブレイブネウスに装備し、バトルビース。フェイバリットヒーローの、効果発動した方がいいの俺ね。これ効果発動しちゃった方が、ボーンなんだよな。ボーンある、フェイバリットヒーロー効果発動して、マテンロースカイスクレイパーで、こっち先殴りましょう。こうですね。さあ、困りました。ベンデスさん、これでボーンで破壊を免れても、ネオスさんの2連打が待ってます。さあ、これは厳しい。これはベンデットが厳しい。あーと、ベンデット側諦めていく。これが福沢諭吉の力。さあ、湧いてる方、ダークシグナカーリー渚選手、よろしくお願いします。13倍。今回のこのデュエルは、ルーム戦にて、東吉春選手に対戦相手をお願いしてプレミアムデュエルを繰り広げていこうと思っております。プレミアム加工しか現れませんこのデュエル、プレミアム加工しか現れません。フェイバリットヒーロー使いましょう。やつはね、あの KC カップをね、結構、あ、ちょっと待って、エアーマン召喚しよう。あの KC カップを結構頑張ってチケットを集めて、あの頑張って作ってるデッキなんですが、こちとら KC カップ1ミリもやんねえし特にイベントも周回しないんで、マジで札束だけの力でやつをひれ伏したいと思います。やつをひれ、あジョウィンディは強いよ。あ、そっちでいいんですか、そっちでいいんですか。フェイバリットヒーローの効果でまた発動されますけど大丈夫ですか。あー強い、次世代ブーム来た、これは強い。肉声も強いし、バトルフェイズ、フェイバリットヒーローの効果発動。さあ、手だより、マテンロースカイスクリーパーを発動。よしさあ、どうする、エアーマン殴るか、エアーマン殴るか。クリーボールが欲しかったな、これ。クリーボールが欲しい人生ではあった。スカイスクリーパー引いてんのバカほど弱え。いいよ、殴ってこいよ。とりあえず、あ、そっちはいいぞ、殴って、あ、オッケーオッケーオッケー、いいだろう。うーん、ドローカード、強いなぁ、バカほど強い。エレメンタルヒーロー、エアーマンを召喚し、エアーマンの効果を発動。他のヒーローが存在する場合、魔法トラップカードを選んで破壊する。じゃあこれを破壊させていただくぜ。クモンよ、いいだろう。そしてフェイバリットヒーロー2枚目発動。おらなんかチェアあるけど、
何ですか、またクモンヨウですか。いっけパワーオブマネーナッカー抜く方間違えた抜く方間違えた。くっそーくっそー、これフィールド魔法2枚かこれ。あー、いっていって頼む、なんか引け、あー、ザコイザコ、ちょっと待って、助けて助けて、誰か、なんでなんで、怖い、誰だよ、ウィンディって、ウィンディってだ、あー、次世代ビームだ、これは次世代、抜く方間違えたー。